はい、こんにちは、岡本一郎です。日本全国駅弁行脚やってます。全国各地、いろんなとこに行った際にはまず美味しそうな駅弁をみんな食べてやろうぜっていう話でですね、駅弁結構ね、でも駅弁ってほらちょっとお高めじゃないですか。結構ね懐苦しいんですけど、今日ね新潟駅の動画を撮っていて、多分見たことない、今までちょっと気がつかなかった、お弁当を発見したんで、今日はそれをね買ってレビューしていきたいと思います。駅弁大好きなんでね、大好きです駅弁、買ってみます。見つけたのはね、新潟駅南口入ってすぐのところですね。中堅玉子がいます。玉子ご存知ですか？まあ、新潟ではめちゃくちゃ有名なね、犬です。中堅、はい、これ玉子って言いますね。玉子、はい、ここのね真裏のお弁当屋さん、こちらで買いますよ。新潟三神軒さん、ここではかなりしょっちゅうお弁当を買ってましたが、これですよね。これ刻みわさびで食べる新潟和牛牛めし弁当、これ食べたことないね。これ行ってみようかな。ただこの隣とかも食べたことないけどね、これ行ってみましょう。どれだ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 、これかな、これかな、これだよね。200円ね。はい、スイカでいいですか？スイカだ、はい、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、はい、どうも、はい、ありがとうございます。これね、まあ、あの駐車場が有料なんで、出してそれから車の中で会社戻ってから食べようかな。これねレビューしていきます。はい、車に戻ってきました。新潟和牛牛めし弁当、これはうまそうですね。新潟三神軒さんのね商品でございます。刻みわさびで食べるものですよ、これは。いやー、これからね食べていきます。まずはね、まあお味噌汁くらい欲しいなっていうところでですね、お味噌汁、これお湯を沸かしてね、これを食べます。なめこのひるげ、はい、設置します。これでいいかな。はい、お湯を沸かすのはね窓とか、スライドドアを全開にしてね、お湯を沸かします。あ、なんかボロボロになってる。これって赤味噌なのかな、ひょっとして。赤味噌、あ、赤だしって書いてあるね。赤だしって書いてある。減塩、うまそうだね。長谷塩、うわ、あっという間に沸くよねやっぱり。まあ今日はねこのお湯が、水が少ないからね、なおさらあっという間に沸きます。1分かからない。こうしと一応これ耐熱なんだよね、確かね。こういうね味噌汁は割とお湯多めでいきますね。うん、あんまり濃いのが苦手な感じ。はい、それではね早速食べていきます。牛めし弁当、うまそうです。楽しみですね。開けていきますよ。はい、それではそちら向けましょうか、そっちも向けましょうか。はい、では、はい、お箸ですね。新潟三神軒とかね、柴田三神軒とか何種類かあるんだけど、まあみんな同じなのかねよくわかんないですけど、三神軒で作るのは同じなのかな。それではまずはねこのね硬い紙を、あ、もう見えるね、見えるね。ではいきますよ、オープン。わー、うわ、おー、煮卵、これ煮卵。はい、ちゃんとお手拭きも入ってます。そうね、使います、せっかくだから。輪ゴムを取って、では、はい、開けますよ。この透明のね、もう見えてるけど。あ、そしてね、これあれですね。刻みわさびが。中に入ってんだね。はい、刻みわさびですね。これはなんかこの、お肉、わ、すごい、びっしりだよ。すごくないですか、これ。うわー。あ、そしてね、これ、結構お決まりのね、これ、茎わかめ。これ多分、あれと同じ味がするんだよね。ほら、お菓子みたいなやつと。刻みわさびはここら辺にちょっと出しましょうか、せっかくなんでね。これ刻みわさびで食べるのなんてちょっと初めてかもしれないね。まあわさび結構辛いのかな、どうなんだろうね。はい、僕ねこういったシンプルなお弁当がすごく好きですね。
まあ、時折その幕の内とかも別に嫌いじゃないんですけど、でもこうやってね、もうこれだけみたいなお弁当っていうのは非常にまあ好きですね。シンプルすごく。特にそうですね、入ってるものとかそういう補足みたいなのは、まあ、ここに書いてある限りでは、米、新潟県産コシヒカリ、牛肉に新潟和牛って書いてありますね。味付け半熟ゆで卵、玉ねぎ、茎わかめ、梅酢漬け、茎わかめ梅酢漬け、あとごぼう白ごまですかね。はい。あとはまあ、なんかこのね、ソルビトールとかもそういうの書いてありますけど。うわー、すごい。ね、賞味期限はですね、本当に、まあ、その日限りですね、8時から10時まで。製造がね、8時で10時までってことですね。その日限りですね。はい、早速ね、いただいていきましょうか。これはすごいね、めちゃくちゃうまそうですね。楽しみだね。このなめこのね、味噌汁も非常に美味しそうですね。はい、いただきます。これは楽しみだね。まずちょっと味噌汁からいきましょうか。これもほんと赤だしなんだね。すごい、これめっちゃうまいですよ。よくできてんだよね。美味しい。では早速、まずはわさびなしで食べて、あ、わさび触っちゃった。なしでね、行ってみましょうか。駅弁はさ、ほんともううまいよね、どれもね、うん、まあ値段が結構ねするけどね。はい、早速、はい、新潟和牛、特にほら村上とか柴田とかそういうね、どこどこ牛とは書いてないけど、新潟の和牛です。いただきます。うん、高い肉の味がする。うまっ。味付けはすごい優しいですね。全然濃くない。うん、むしろ、うん、薄いぐらい。これはおそらく刻みわさびと一緒に食べるからなのかな。味付け薄めですね、結構ね。それではね、じゃあ刻みわさびで食べてみましょうか。結構鼻にツンときたりして、どうだろう。はい、乗せましたよ、わさび結構たっぷり。うん、うまい。これはすごい。あ、これ味にアクセントがすごいね。うん、盛られて。あ、この食べ方は初めてですね。合うんだね、わさびと牛肉って。まあ、うまい。うん、うん、これは最高。なんで今まで気がつかなかったんだろう、これ。初めて見ましたね。うん。おいしい。うん。おいしい。僕は割とお弁当はね、駅弁は割と海鮮系が好きだったりするんですけど、うん、でもこの肉の弁当も、これ肉の弁当の中では本当に最も美味しいかもしれないな、これ。これ刻みわさびで食べるってね、なかなかあんまり聞かないですよね。こんな感じでいきますよ、ガブリと。うん、結構辛い。あ、でもうめえ。うわ、うまそうに色ついてる。味付け半熟卵。もう、これやばいやつですよ、これ。わかります？うわ、これほら、
とろとろ、うわこれ透明になってる、ほらこれラーメンに入ってたらめっちゃうまいやつだね。うん、これ超うまい、これはやばいですね。うーん、どうやって作るんだろうね、必ず全部こうなるのかな、すごい、これは超すごい、うん、これはめっちゃうまいですよマジで。これはさ、これはね、あの本当にあの、わかります、あのつまみとかで出てくるあのこう一つ一つが小さい袋にこう包まれてこうね、袋を破いて食べるやつ、あれとも全く同じです多分いやまあ、うん、これはそれだと思うんだよな、うん、まあもしこれね新潟三振券がさんがまあゼロから作ってんだぜとか言ったらごめん多分違うと思う、これは本当よく、うん、僕ねこれ大好きなんですよ、これクッキーわけめ大好きなんだけど、うん、その、うん、まあまあこういうところだからほら業者用の業務用の大量に入ってるやつかもしれないけど、一つ一つ破いてるとはじゃないかもしれないけど、まあ、これはあの、うん、あのおつまみとかの珍味で出てくるやつだと思う、おそらく、うん、うん、でも美味しいですよ、うん、大好き。この煮玉がすごいね。超うまい。これは最高。ごちそうさまでした。めちゃくちゃうまかったですね。久々お弁当ね、こう駅弁あんぎゃめっちゃ久しぶりなんですけど、でもこれはいいね、当たりですね。まあ、1200円するけど、まあお高めではあるのはね、どの駅弁も同じですね。同じ、だいたい1000円は超える、うん、感じなんだけど、まあ今までもねこの駅弁あんぎゃの動画でね、まあ何度も何度も言ってんすけど、まあまあ僕はもう本当に僕の個人的な意見だけど、一番好きなのはやっぱりサーモン縁側いくら弁当だっけ、あれがやっぱ一番うまかったような気がする、感じはするけど、でも肉のお弁当の中ではこれが一番かもしれないね。刻みわさびで食べるのも非常にまあすごい美味しい、うん、あの村上和牛の弁当もあったけど、まああれもうまいんだけどね、これまあ味が薄めですね、基本的に味が薄め、うん、だけどうまかったね。あの卵もたまらなく美味しい、最高でしたね。まあ非常に中身がシンプルでですね、なんか余計なものが全然入ってないっていうのは僕は好きですね、うん、あんまりこうちょっとずつ幕の内とかもそうなんですけども、ちょっとずつこういろんなものがザーッと入ってるのってあんまり得意じゃない、うん、まあ苦手なものもあったりするとね、なおさらなんですけど、僕はシンプルなお弁当が非常に好きですね。はい、まあ駅弁あんぎゃほとんど新潟のお弁当に関しては食べちゃったんですけど、うん、まあね、あとコシヒカリ弁当とか食べてないんでねまああと何種類か食べてないのはあるんで、うん、あのイクラのね腹こめしめ弁当みたいなのをね食べようとは思ってるんですけど、ものすごいたくさん椎茸が入ってるんで、それがちょっとね僕ね苦手で食べられないんでそれだけちょっとね、うん、パスしてるんですけど、まあまあタイミングとね、まあ機会があったらそれもね食べてみようと思います。はい、まあ今日のねこの新潟和牛刻みわさびで食べる牛めし弁当は最高に美味しいです。1200円、ちょっとお高めですけどね。はい、僕はねもうこの全国まああちこちねまあ旅を して歩こうってね今後も思ってるんでね、うん、まあちょいちょいこうね、まあまだねまあなかなかねそこまでの時間とお金もね、作れないんでね、しょっちゅうはいけないですけど、まあ旅行したりするのが大好きなんで、例えばバイクとかね車で行った場合でもですね、僕駅の動画ってよく撮るんですよ。駅の動画、駅が好きなんで、はい、あちこちのね駅の動画を撮ったりするときにね、まあついでといってはなんですけどね、こうそこらそのね、ご当地の駅弁をですね、こうやっぱ各地でね、こう新潟の弁当は、ね、新潟でしか売ってないですからね、多分ね、はい、なのでそういったところでね、まあこの駅弁に出会ったらね、気になる駅弁に出会ったらね、まずは食べておこうぜって思ってるんで、はい、駅弁ご興味ある方ですね、ぜひチャンネル登録、グッド評価、コメントなどね入れていただけると非常にありがたく思います。今後もですね、これも続けていこうと思いますんで、
あとその他ですね、はい、ラーメンアンギャだとかね、アンギャってなんだよって感じ。アンギャって毎回とりあえずアンギャってつけてるんだけど、はい、そばアンギャ、一番最初にやり始めたのはそばアンギャなんですよ。僕お蕎麦大好きなんでね、お蕎麦もあちこちで食べてみたいなと思ってるね、ところがあるんでね、はい、まあおよそ新潟とか長野とかってね、やっぱりお蕎麦がで、ね、やっぱりまあ美味しいね、こう県なんで、うん、できるだけあちこちのお蕎麦ね食べていこうと思ってるんですが、まあそういった動画もですね、過去動画、これからの動画でもね上げていこうと思いますので、ぜひね食の動画もですねよろしくお願いいたします。はい、というわけで今日はですね、この新潟三神軒さんの刻みわさびで食べる新潟和牛牛めし弁当ですね、いただきました。とても美味しかったです。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。